ラジオでいいねっか Part 9。 はい、ということで今週もよろしくお願いします。先週イングリッシュガーデンで収録したラジオでいいねっか、その後編を、お届けしたいと思います。今日お届けする音源はイングリッシュガーデンで、それぞれソロの曲を披露したので、そちらをお届けしようかなと思いますので、最後の方までお楽しみください。それでは行ってみましょう。何が得意なんでなんか今月本当は前半にミュージックビデオの撮影を予定してたんだけど、うん、ちょっとこう予定がね狂ってしまったので、タイさんはなぜか優雅になんだか長岡市でなんかお楽しみにしてたような感じがしますけど、もう、ね、長岡行ってからこう、うん、なんていうの MV なしっていう感じになったので、長岡市のですね長岡ドームスポーツスタジアムですね、バッティングセンターにちょっと遊びに行かせていただきました。いい、私も行きたかった。そしたらスタッフの方がこう入り口入った瞬間になんかこう後ろから声かけていただいて、すごく有名人じゃん、うん、いいねっかの方ですよね。すごいな、マジびっくりしたよ。やばくない自分のことじゃないかなって思うよねその時ね。いやでもついにこの時が来たかって感じ、ね、来たね、来ましたね、うん、長岡ドームのスタッフの方めちゃくちゃアンテナ良くないですか。そう、うん、なんか全部チェックしてたからね、写真とか動画とか。本当に、うん、嬉しい、すごい。ぜひライブでお待ちしてます、もしこれを聞いてくれたら。うん、でもめっちゃさ、うん、僕上手くなかった、なんていうの、あ、バッティングあ、わかんない、野球も全然わかんなくて、でなんか動画見たの、ツイッターに載ってる動画見た、うんうんうん、一応ね野球部だったので。野球部だったの。いつからいつまで。中学校、中学校。中学野球部、うん、高校は。高校は陸上部。めっちゃスポーツの人やん、うん、スポーティーでした。スポーツな人じゃないですか、うん、なんで野球やめたのなんで陸上になったの。まあどっちもね好きだったんですよ、うん、うん、走れそうだもん、ね、そう走れるけど野球もしたいなって感じだけど、でもまあ甲子園ってまでもう行かねえかなっていうところでね、うん、そうなん、そう、ちょっと甲子園行くから行かないかみたいな。甲子園まで行くとちょっとガチすぎるかなって感じ。ガチで行こうよ、うん、甲子園行こう今から私を甲子園に連れてって。そうやで、そうやで。でもタイさんも甲子園に行くことよりも大事な使命がありますね。なんですか。今この飛行機の音でさ、大事なとこ聞こえなくなるやつ一番大事なとこ聞こえないやつ。そんなことさせない。使命、大事な使命ですよ。また私を藤井風と同じステージに連れていくということがね、あ、大事な使命、これいつも心の中に置いておいて、うん、はい、言うてくれたんですよ皆さん、ね、ということはですよ、イネッカは藤井風と同じステージに立とう、立つ、甲子園より大変だよ、分かんないけど、うん、甲子園も大変だけどさ。そうそう、この前ね藤井風がね夢に出てきたんですよ。え、うん、一緒に歌ってました。マジか、共演してたんで。私なんか夢に出てきてもまだファンだからね夢の中でも私と藤井風の関係はオタクと藤井風様ですおかしいでしょ、夢なのに設定おかしいでしょいいね、夢でも私は本当お友達にすらなれない感じでした。いやでもね、こう会えるっていうのがこう正夢になるとちょっと、うん、なるよ、いいなって思ってます。頑張ろう、頑張りましょう。そうね、うん、私もたまには体動かしない、あ、動かしてないからね、うん、私もバッティングセンター行きたいんだけど、あ、じゃあ、うん、次回じゃあスポーツスタジアムに行くということで、ね、いいねっか、スポーツデー、スポーツデー、ちょっとそのオフショーもね、じゃあ、うん、めっちゃ下手だよ、ね、今さ声になってないけどめっちゃうなずいたからね、タイちゃん声になってないけどすっごいゆっくりうなずいてた今、まあ、うん、ちょっと想像できちゃうところもあるからまあでもステージとかこう動けてるからさ、スポーツ全くできないわけじゃないでしょ。できないの。できないの。うん、スポーツを避けて生きてきた私は。特に球技。球技は難しいよ。ドッジボールとかだって超嫌いだもん。嫌いなのに取りに行くんだけど。みんなさ、掴めや。バインってなるやつね。なんかすごいスポーツ音痴やな。じゃあちょっと楽しみですね。うん、そうだね。楽しみにしてた。もうみんなで来た秋のいいねっか主催スポーツ大会、うん、もう私は見てるだけだけど私はお酒を飲むだけです。あ、
お酒といえばバーベキューもしたいなって。バーベキューしたいね。いいね、歌主催のやりたいよね、本当に。うん、なんかオフ会的なことやりたい、ね、バーベキューやりたい。我々主催だけど、うんうん、あの作るのは香里ちゃん、うん、料理するのは香里ちゃん。人にはね、不向き不向きってものがあってね、やっぱ自分 の使命っていうのは、やっぱ私はね、人生の中に自分の使命にこう料理をするってことは入ってないんで、間違いなく入ってますか。いや、まあ料理作ってるんで一応、そうだね、そいつだね、うん、まあでもその自分のできることをやるっていうのは確かにすごいそうだなって思ったわ。できないことはやらないの。そう、できないことはあえてね、やるよりも協力してね、そうやった方がいいかなって。そうなの、できないことをね、うん、できないことを数えたらみんなが集まってくれたら嬉しいね、うん、人生は嬉しい、ね、本当にありがたいね、うんうん、なんかさ、昨日ね、うんうん、まだ喋って大丈夫？十分。もう喋りすぎたね、うんうん、じゃあこれ次回、うんうん、はい、じゃあこの後、タイさんセレクトの、うん、いつのライブかな、今日のライブの音源が流れます、うん、はい、ということで、はい、また次回ライブで会いましょう。 See you! Bye! Yeah!
つやけが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に僕は君を手放してしまった。起き上げていく。明日が不安だ、とても嫌だ、だからこの僕も一緒に飲み込んでしまえよ夕焼け。だけどもうそうはいかないよな、明日ってうざいほど来るよな、眠たい夜に何だか笑っちゃう。家まで帰ろう、一人で帰ろう、昨日のことなど幻だと思う、君の顔なんて忘れてやるさ、バカバカしいだろう、どうだろう、君がいなくなった日々もこのどうしようもない心と体が喧嘩して、頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな、君はいつかだと笑われてくれ、何気ない毎日を君色に染めておくれよ。ありがとうございます。改めまして、いいねっかの大将と申します。長い坂道登る。